ラウンジ富士の裏バナ。お疲れ様です。お疲れ様です。何か忘れるんだなんか声が聞こえないんだけど今何してんのかなと思ったずっとすいません。これオンになって、あ、オンになってますね。なってますか、はい、ですか。あのね、はい、7月からね、夏の着物になったんですね、うん、そうです。それでロです。ね、今日涼しそうに見えるけど暑いんですよ実はそう。でもね、一番ね好きな夏の着物って、うん、私の一番好きな着物ですね、うん、もうちょっと早めてもいいと思うんだけどね、季節的に。最近ね、暖かくなるの。いやね、いくら決まりがあるからだって季節が変わってってもさ、うん、いいんじゃないですかね、うん、そうだよね。でこの、あ、昨日、あ、違うな、いつだっけ、ママね、今夜さんのね、あの前に出てくれたお正月かな、はい、お正月明けに出てくれた去年、うん、去年かな、一昨年、おととしだ、おととしですね、はい、あの三味線の今夜さんっていうあのね素晴らしい、はい、あの人に出てもらったんですけど、その人のコンサートにあの行ってきたんですね。成田、うん、成田2年ぶりだって、うん、それまで全然コロナで、そう、コロナでやってなくてね。でもね、すっごい素晴らしかった。どうでしたか、うん、あのね、まああの1時間半ぐらいはね、生徒さん の、はいはい、あの発表会間違えて行っちゃって早めに、うん、生徒さんの聞いてたんだけど、うん、やっぱりね、あの下手な、あ、下手な方から上手な方まで、あ、まあ下手っていうか習いたてはしょうがないから ね、うん、ね、あのそれで分かったのね、あ、分かると思って、あ、うん、その分かんないじゃん、こう三味線って、普段、ね、聞かないからね、はい、でも分かって、うん、でそのだんだんすごいなっていうのが分かってきて、うんうんうん、で1時間半後に今夜さんとゲストの方ね5人いたんですけど、うん、あのそのすごいの、チェロとパーカッションと、うん、アコースティックギターと、はいはい、尺八とシンセサイザーだった。あ、で三味線だったの。すごい、すごくないそれ、うん、って何が始まっちゃうの、はいはいはい、あのね、なんか幻想的な感じ。へえ、うん、あの鬼太郎って知ってる、なんかね、ゲゲゲス、ゲゲゲスみたいなね鬼太郎ってシンセサイザーのね、なんかそういう、なんていうのかな、なんだろう、分かんないな、こう自然な、こうなんていうのかな、こう風景が出てくるような幻想的な音楽を弾く人なんだけど、うん、そんな感じだったの。で、なんで三味線がマッチするわけ、うんうんうん、あと尺八がすごい素晴らしくて、もう感動して帰りました。尺八は先生がやったの？尺八もなんかあのね、すごい有名な方なんだって。ちょっと知らん、私は初めてだったんですけどね、うん、今度その今夜さんがまた出てくれる、くださるということで、その時にいろいろ詳しくお話ししたいなと思って。生でね、だって尺八って生で聞いたことないからでしょ。私も初めてかも、うん、生は、うん、でもすごいなって、な、多分ね、息の半分以上は出してる、出してる、あのこう漏れてる、漏れてるっていうの、なんていうのかな、出ちゃってる、お多分ね、うんうんうん、そんな風に聞こえるってことって、いや出ちゃってるんじゃないですか、ね、だからすごい肺活量ないとダメなんじゃない、酸欠になりそう、うん、クラクラしないか多分、うん、そうそうそう、そう思った、うん、あ、でも行きたかったな、ね、あ、そうだよね、ちょっとね、うん、あのママがね急だったからね、うん、またでもあると思うんで、今度ぜひぜひね、行きたいと思いますね、まあ、出てくれるって言ってたから、うん、あと何の話するっけ、なんだっけ、ミュちゃんの話かな女の子、うちの女の子の話あのしようかなって言ってませんでした。そう、女の、まあね、また成田つながりで、成田の子なんですけど、はい、17ライブから始まったんですね。17ライブの視聴者さんで、うん、役者をすごく興味を持ってくださって、うん、そのみゆちゃんって方がね、はい、お店に来てくれたの。それから仲良くなって、うん、で、ちょっと働かないって誘っちゃったの、ね、うんうん、そしたらね、はいって言って、何もできないけど、
そんなことない。結構ね、あの聞くことだよね、うんうん、で面白いしね話もね、うん、それで初めて今週かな、うん、初めてお客さん先週ですね。あ、先週か、ごめんなさい、すみません、先週です。先週、先週、うん、初めてお客さんができたっていう話。おめでとう。うん、ナンバーワンね、最初のお客さん。お客さん、うん、そしたらお客さんって嬉しいのかな、それ言ったらね、喜んでた。おー、うん、あ、初めての、うん、えーみたいな。なるほど、ほんとかっつって、うん、まあ、そういう嬉しいお話が。誰か来る。あ、いらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃいませ。お疲れ様です。お疲れ様です。れますか、ね、大丈夫です。出た方がいいかなと。何回目かな。3回目か4回目だと思います。4回目かな。4回目かな。3回目かな。1人では3回、うんうん、そうだ、うん、そうそうそう。それで、あの、はい、この間タイムカードを作ろうという話になったんだよね。そうですね。2週間前だっけ。連続、うん、連続3日 ?4 日 ?3 日 3連ちゃん。3連ちゃんで来てくれて、こんなことは本当に知り合っても十何年経つんですけど、初めてでしたね。初めてですね。でね、タイムカード作るやってしたらね。ね。うん、で、ついに、あの、藤野でも、拍手を入れてくださいました。ありがとうございます。はい、入れちゃいました。こんちばではおしらすおじさんってね、有名なんですよね。有名ではないですけど。ね、うん、あの、拍手以外入れさせてもらえなくなっちゃってる。そう、はい、すいません、失礼します。 ありがとうございます。結構ね、ママのところね、根が張るから、うん、乾杯。乾杯。あの、拍手じゃないんですけど。はい。乾杯。タイムカード作るぞ。タイム。そんなに言ったら破産するわ。うん、ママの男になってくれれば。でもママタイプじゃないからって言われたっけ。あの、タイプの話でいくと、うん、あの、うん、あの、面白い話がありまして、はい、この前、あの、百姓もやってるんですけど、はい、まあ、サラリーマンでね、やってるところもあるんですけど、仕事やってて夜ね、お腹空いたからってご飯食べに行ったんですよ、うんうん、9時近い時間だったから、あ、 8時過ぎぐらいだったかな。変なところ行っても面白くないからって言って、居酒屋さんにご飯食べに行こうって言って、はあ、3月か4月かぐらいに行ったんですよ、うん、で、まあ、千葉県の横芝光町っていう、九十九里浜の方の町なんですけど、うん、まあ、成田空港の飛行機がこう見えるようなところなんだけど、あの、そこにある居酒屋さんに来まして、うん、で、まあ、量も多いしうまいんですけど、なんだっけな、ホルモン、うん、肉のね、ホルモン、はいはい、でね、そこにね、おっぱいっていうホルモンがあって、そうなの、うん、どこの部位だかよくわかんないけど、おっぱいって書いてある。おっぱいじゃなくて、おっぱいって書いてではないんだね。あ、だから多分おっぱいだ。知ってる、みんな知ってんのかな。なんかおっぱいだからおっぱいじゃないの。え、おっぱいだからおっぱいだと思うんだけど、多分ツイッターで今頃ねコメント来てるよ。へえ、うん、そんな部位あるんだ、うん、で、あって、珍しいのありますか。ホルモンって言うとから内臓だもんね、うん、だからおっぱいって言って、うんうん、かわいいね、かわいい、おっぱいください。おっぱいくださいって言わなかったんだけど、変わったホルモンありますかって言ったら、そこの多分おかみさんだろうね、うん、おっぱいありますって言ったの。でふってみたら、うん、申し訳ございませんっていうおっぱいだったんだけど。すごかったの。え、あの、いやいやいや、逆に逆のだ、ね、そうそう、逆のパターンで、ありますとかって言われた瞬間にちょっと考えちゃって、違う違う、あちあちあちって黒板指さされて、おっぱいありますって、渡しないけどねって。それでタイプの人いたの。え、タイプの方。いや、タイプの方っていうか、女性はそこの人、おっぱいのことだ。おっぱいの、うん、そうそうそう、好みじゃなかった、好みうんぬんかんぬんじゃないんで。あ、そうなの。そう、笑える。お味はどうだったんですか、おっぱい。おっぱいですか。気になる。タレ、味的にはタレの味だよね。あー、うん、タレにこうつけてるのかな。でもなんかさ、ホルモンってこう甘いとかなんか美味しいところは、うん、シコシコ感だよね、うんうん、なんか噛めば噛むほど食感はシコシコしてて。あ、そうなんだ、うん、へえ、すごいね。まあ、そこはあとはね、うん、あの、海鮮チラシがね、うん、
あのいい調子になって頼んで食べて、うん、最後に少し腹に入れてから帰ろうと思って、はい、一番最初に行った時に一番最後に海鮮チラシお願いしますって言ったら罰ゲームになりました、何それ量が多くて、多いんだ、そう、うん、そうなんだ、うん、まあ、でも美味しそうだね、次から行った時には、うん、とりあえず海鮮チラシは先に頼む食べれなくなっちゃうからねその日の刺身上に何が乗ってるかを楽しみに行くから最初に海鮮チラシを食べる、チラシの上つまみで飲めそうだね、飲める、ね、自分あの下に握り寿司がこういっぱい入ってるの、でその上にこう刺身がこうガーって乗ってるから、だから上の刺身をつまみにして飲んだ後に、うんうんうん、最後に締めてそのお寿司の部分を食べればいいんじゃない、いいと思う、うん、そうなんだ、私もありますもん、だって上だけつまみでお酒飲んでたら上なくなっちゃってご飯しかなくなっちゃってご飯つまみに飲んでたことある残しちゃいけないと思って、うん、あこれからさ流すあのちょっと動画があるんだけど、うん、その動画にね、なんだっけ寿司職人が一番ねタコ米をね選ぶんだって、うん、あそうなんですね、あ それでこう甘いく甘いんじゃない寿司のタコ米はなんで選ばれるんだろうね、わかんないけどね、一番なんだって、うん、合うんですかねやっぱその、うん、甘さかな、甘酸っぱくないなんかあの合うんじゃない、ほー、うん、って言ってた、いや握りやすいくまもんさんがね、握りやすいの、うん、握りやすいのかもしれない、あ適当な粘り気があるから、ほほそういうことかもしれないし、どうなんですか、なんでタコ米が選ばれるんだろう、ねえタコ米っていうそこまではね動画に載ってなかった、うん、じゃあ今日タコ米のことなんですね、はい、だからそうなんですよママのがついにあのみんな嘘だろっていう話なんですけど本当に行きました、田植えしました、うんしました、まずね、前からね田植え体験に行くっていう話をしててやっと、はい、で写真もあるんで、うん、あのちょっと写真を出してもらっていいですかね、すごくない、斉藤商事ってでこれうちのじいさんがやってた不動産屋だね、すっごい門構えがね、ちょっとこれお家ですか、そうここ門なのね、おすごい立派、まあ、昔のね、うん、すっごい結構どこの写真かと思うとあれかうちの長屋門のところそうそこでね私、うん、格好すごくない、うん、なんかもう格好から入るタイプだけど、うん、前からやってますよみたいな、ね、ベテランみたいな、うん、そんな感じですけどどうだったんですかお母さんにさ、はい、斉藤さんのお母さんに、はい、あら格好すごい買ってきたのわざわざどこで買ったのとか言っちゃってそうですよ、買ったんですかこれ、買いました、あモンペまでやっぱり過去から入るからモンペ探しまくったからです、どこに売ってんのモンペ、いろんなとこ、島村とかで売ってるんですか、島村に置いてませんよ三山あのねロイヤルホームセンターとか、あホームセンターにはあるんだ、うん、ある、モンペ、なんでモンペなんだろう、やっぱ作業しやすいから、しやすい、しゃがみやすい、こうなんていうのかな、幅があるから、ははうん、大きく作ってあるから、うんうんうん、あこれいいなと思って、うん、やっぱり農作業に適してるように作られてるんじゃないかなと、まあ俺はちょい悪おじさんモード、はあ、ちょい悪おじさんモードで、はい、次もう一枚も、あこれは別にこれは良かったね。何でしょう、わかんないよく V あのなんか後ろの小屋何でしょうねって話、 あれはね、うん、うちがあの昔農家って藁を取っといたんですよ、うんうんうん、で藁を置くために作った小屋、うん、あそうなんだ、うん、何だろうねっていう話、だからあれね多分ね作ったの俺が小学校の頃だからね、へー昭和40手作り、うん、違う、ちゃんと大工さんと親父と2人で作って、へであそこにはよく見るとね杉の木の製材した杉の木、はい、あの中に入れてあるの、でもう藁そんなに使わないからそこに藁を大量に取っておかないから今は、うん、こゴミ置き場に近い状態になってるかな、ね、そうなんだ、藁って何に使ってたんですか、ね、昔、はい、うちさつまいもの苗を
あの澱粉を作るため の、あの苗を作って農家にこう卸してた時代があるのね。でその澱粉工場が閉めちゃったからもうそれやらなくなっちゃったんで、それで藁を大量に使ってたんだけど、今もうそれやらなくなっちゃったから藁そんな使わなくなった。へー、うん、でね、斉藤さんのねお家入るでしょ、うん、裏の囲いがないの。裏の囲い、裏がどこまで裏か分かんないの。あ、敷地がそう。敷地が田舎はどこもそうだって。そうなの、うん、確かうちのばあちゃんちもそんな感じ。あ、そうなんだ、うん、だから敷地の境界、そんなの知らないからさ。なんかお前柵とかあるじゃない普通。あ、うちのばあちゃんちもそうだった。あ、そう。どっから分かるのかな、どっからどこまで。そう、分かるよそれは。分かります、うん。だからうちは境、うちの後ろ行って境目はどこかって言ったら、後ろにはちゃんと神社があるから。あ、そこから。そこから神社。そういうことなんか目印が。永遠なんか山の。でもあの裏よ。全部そうでしょ。裏の山まではね。うん。うん、あのなんか町何丁目って番地が3つほど。3つあるんだって。同じ自分の敷地に。うん。そうそうそう。すごい広いもんだって。おびっくりした、うん、ねえ昔のさ、うん、作りでツバメの巣、うん、あ家の中に、うん、縁起がいいんじゃない。そうそう、あ今来なくなっちゃったけどね、うん、3つぐらいあったかな。天井が高くてね、うん、すごいなんか懐かしい感じ、うん、なんかそんな感じが作りで、みんな懐かしいかもしれないですけど、うん、あそこに冬いると寒いです夏は涼しいけど冬は寒い。今日はね2人とも見てないんだよね動画。そうなんです。そうくまモンがね、あの必死こいて忙しい中作ってくれたので、ありがとうございます。切ってつけるだけとか言ってたのに、うん、すごい良くなってんの。ほう、それでねすごいね、これはね、じゃあ見るの忘れちゃって、うん、でも今見た方がね、そうだよね、面白さが分かると思うですよね。だからワイプつけてもらった、はいで動画を流してもらっていいですかね。お願いします。すごくないこれ。すげえ、撮りすぎだろ待った、これ どっから撮ってるのか。すげえ、ごめんの宣伝になってる。島のあたりだな。相当今頃数の色のお米だった。ほら、これこれ、うん、うん、もう私はここでなんで7トンから着替えた私が出てくるのがいいじゃん。そうです。あ、すごい忙しいな。すみません、忙しいよ。羊の前作るっていうのに、いいと思う。ベロベロないのこれみんな。そうだよ。これ正月の時だよ。ベロンベロン。でもやる気ないかもしれない。やりますよ。斉藤さんのお力をお借りして、そこで言っちゃったんだよね。そうそうそう、よく見つけたなと思って。すげえ。すごいじゃないですか。機械すごい。すごいでしょこれ。最新？最新じゃない。違うの？こんななってるんですか今。すごい。あ、びっくりした。ママがすごいかと思った。いや、曲がらない。ま、これはちょっとママには怖くてやらされられなかった。まあ、ハンドルいっぱい切れば曲がってくれるんだけど。乗ってるよ、でも。直進だからいいのか。まっすぐ行くだけ。うんうん、行って帰って110メートルね。
これ私がやってないんだけど。この後俺見てないんだよ、ママが面白いことやったの。すごいね。ちゃんくんとかもこれこういうの。うん。皆さんからすごい聞かれるんですよ、あの失踪事件を起こした運転手は誰だって言うんで、はい、この人です。商品化で、あ、これ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 、あ、これは何だ、ほうれん草だよね。ほうれん草、このほうれん草がすっごく美味しいな。もっといい機会これ。いや、同じだ。200万もそうか。ちゃんとママが手で植えるところを残したの。そう、作ってくれた。空いてる場所を手でやるんだよ。普通だったらそこまで植えちゃうんだけど。あ、そうなんですね。うん、今は角まで行けるんですか。あそこは少し残る。このぐらい1メートルぐらい残っちゃうかな。これお母さん、うん、お母さん早いんだよ。立った立った。でもいいよ。だっておいくつ、80いくつ、すごいんだ。いや、これやばい。やばかないよ、そのぐらいだったら。怒られちゃう。柔らかいんだから、そこもう一回リカールってから。はい、入っただけなのに怒られる人だね。いや、埋まっていっちゃうんだな、あれ。俺この時タオ液乗ってるから知らないんで。ちゃんくんは余裕だね。やっぱ慣れてんだよ。で、まっすぐね、植えるよ。先見ないでも。一歩ずつ小さく歩いた方が楽だからね。真剣だね。真剣真剣。あ、いや、まっすぐ植えなきゃいけないと思うからさ、余計曲がっちゃうんだよ。あ、そうなの、うん、いいんだよ、割ってれば。お母さん早い手がね、うん、いや、こっち全然抜き足、差し足、忍び足。笑えるわ。これすげえ凝ってる。やめてよ。知られたでしょ。抜けないんだって。柔らかいあぜのところを歩いてこれ大変だった。監督見たくなってきたね。あのね、穴がある、あるの気になって、あの穴あったらいけないんだよつって。あー、そこにこう上にね、そうそう行ってみて。レポート続くってことは次の田植えはないから、はい、来年だね。来年だね、田植えはね。あの収穫じゃない、収穫、稲刈り、もう行くんですね。もちろん植えたからには収穫も行かないと。でも、ママ田植えし、稲刈りしててもな、うん、面白くないでしょ。こけられないよ。こけるシーンない、ね、何かにつまずいてこけると思います。あの買ったところのこういうところに、こう切り株に切り株に。あれ結構硬いから、いや、と腰がね、やっぱり痛いよねきっと。だって今四隅しか刈らないんだよ。え、そうなの、うん、手で刈るのは四隅だよ。四隅なんですね。あと機械なの。あと全部機械だよ。すごいね。初めて
ちゃんと植えられるって、あのちょっとしか残んないっていうのが初めて分かった。そう、前もっと手で植える箇所が、昔は一番端っこまで田植え機行って、うん、で回したらそのまま帰ってきちゃったんだけど、うん、今こうやってやって植えてって、あれはもうスタートが一番ママが植えてたところの向こう側スタートのところだから一番端から植えてたけど、うんうん、こうやって行ったら自分が回る部分を残してこう向きを90度曲げたらこうやって植えて、はい、で今度ここで90度回ってこうやってやればここの機械で植えられない 3列分ぐらい、おうん、一番21センチ、あ、株間21センチだから、うん、と60センチぐらいのところが植えられないけど他はほとんど植えられちゃう。うん、いやね、私ね不思議に思ったのがこれ誰の畑ってどこでわかんの、印もついてないでしょ、ね、そう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 、田んぼね、うん、畑じゃないから、ね、ごめん、田んぼ、うん、わかんのこれってすっごいだだっ広いからね、わかるんだ、わかるよ、どうやってわかるこうやって田んぼを降りてくでしょ、あぜ、うん、降りてくでしょ、うん、と枚数の上から何枚目っていうのが少ないところは 1,2,3 僕んちみたいに覚える。あー、そういうことだ。で、あのビデオの端っこにこうやってパイプになんか黄色いのがこうついてるの見えたでしょ、はい、あれ暗渠排水の水溝っていうんだけど、その水溝がどこに立ってるかとか、あぜに入るとあぜから田んぼに入るところをどういうふうに作ってあるかとかって、うん、もう形で覚えていくから大事。すごいよね。あのあとね、ママさ拭き取っていきなよって、うんうん、拭きって、うん、取っていく取っていくってドワーって拭き、いいな食べたい拭きで、ね、もう遅い、もう遅いね私がねやっぱ遅いんだよもうイライラしてさ、僕がやるっつってバーって取ってくる、ね、うわーいいな、うん、美味しかったあの拭きも、すごく茶色くなっちゃうんだよね爪のとこ、うん、今年はね、タケノコ早かったから、うん、いつもの年だとまだ田植えやってるあのくらいだとまだ少しはあるんだけど、今年は全然なかった。トウモロコシも美味しかった。トウモロコシくれたでしょ、うん、あれ美味しかった。おー、茹でてくれてね、はいはいはい、使ってない。あんまり仕事してなかったけどいろんなものもらって食べてじゃがいもももらったね、うん、確かすごい、うん、じゃがいもはため、ん、まだあの頃は掘るって言っても試しにちょっと掘ったぐらいか。あ、そうなんだ、うん、え、じゃがいもっていつ、え、6月の半ばぐらいですかね。新じゃが、あ、そうか、新じゃがっていうのね、うん、6月半ばぐらいすごい。いつ掘ったんだこれ、ねえ、忙しすぎてわかんないじゃない、ね、でもさ、サラリーマン、普段はサラリーマンやって土日田う、あの畑でしょ、田植え、田んぼ、田んぼでしょ。でママたちのとこにも飲みに来てくれるでしょ。いつ休んでんの。寝てます、ん、寝てます。あ、寝るときはね、ね、寝るときはねねえ、忙しくてまあね、今年の1月2月に比べたらね、うん、人間らしい生活をしてます。うーん、すごい。休む時はね、うん、ちゃんと今この時期は田んぼは草と戯れるシーズンなんだけど、うん、あ、草刈りだ。あ、日曜日にとうとう我が家の、うん、あの草刈りのスーパーウェポンが壊れまして。高いよね、値段聞いたら27万、うん、びっくりした。今日出しちゃいました。それ直したんでしょ、自分で。またまた壊れたやつ自分で時間見て直してるかもしんないけど、なんかね、車とかもね直すんだ、すごいよね、本当に、うん、まあ、機械と戯れるのが好きな、うん、機械で工学えの方なの。工学、機械って何かなの。え、工学部機械工学科っていうのがあるから、うん、まあ俺は機械工学じゃないけどね。へー、好きなんだ。まあ仕事がね、そっち系の仕事してるからね、うん、アマチュア娘やってたんだよね。そう、いろんなことやっていろんなことやってますよ、本当にすごいよね、頭いいからいろいろ入っていっちゃうんだろうね。あ、道楽門です。
いやそれはさ、喋ってるのが途中何言ってか分かんないよね。あ、たまにね、専門用語使うからそのちんぷんかんぷんなんだもんね。専門用語を普通の人に教えるのは難しい。普通に喋ってるから、いや私に言ってるよのきっとところって、ね、知らないんだけど。はい。面白い。なんだろう。だだ、くまモンか。くまモンかな。かな、くまモンだね。あれ、くまモンと。くまモン。やっぱり草刈りは嫌だな。うん、草刈りレポートですよ。今度は。そうですよね。草刈りもしないとね。せっかく植えたんで。ちかさん。はい。トウモロコシ、あ、食べたね。美味しかったですか。美味しいんですよね、斉藤さんとこのの。ヨヘくん、あ、ヨヘくん、ジャガイモ、ジャガイモありがとう、美味しかったです。ジャガイモおじさんってどこかで呼ばれてるって聞いたことがある。ジャガイモおじさんでしたっけ。ジャガイモおじさんとか呼ばれてる。おしらすおじさんとかね。すごい見てくれてねえ、ありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもね、あのヨヘくんのお母さんのちかちゃんの、うん、あのパンケーキ屋さん行くんだもんね、うんうん、すごい、あの本壺で一軒しかないからね。そう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 。パンケーキと斉藤さんのお家の野菜をコラボして何か作れないの？こないだビワをなんだっけ、ビワを。あ、言っちゃダメだよそれ、怒られるから。今度それは怒る、言わないで言わないで言わないで。なんで？ちょっと超わかわかのことやった。会うたびに言われるんだから。なんだろうそれ、楽しみ。なんかやるんですか？やっちゃった。いや、やっちゃったんですね。やっちゃったの。なんかようなことして。あの日は高くついたんだから、うん。そうなんだ。あの日ママのところに、うん、水曜日、あ、また火水って埼玉にいて、はい、水曜日ママのところ行ったでしょ。そう。で、木曜日休みで、うん、で木曜日も行って、うん、で。金曜日も勢いで3連、はい、3連ちゃんでね、うん、来ていただいて、うん、3連ちゃんしたんです。そう。その前がちょっと間がね、結構空いたんですよね。まあ、空いてた、2ヶ月近く。出張だったんだよね。実家から通ってたからね。通って実家からか。まあ、すごい休みなくて忙しくて大丈夫って。ああ、ちかさん、ママ、あみさん、美味しかったですよ。口に入ってますね。口に入ってます私。お話だけ。どっちが美味しかったですよ。どっちが美味しかった、どっちが、え、どっちがっていうぐらいあったんですか。ビワの話が美味しかったの。そうじゃない、トウモロコシなの、どっちですか。これビワよ、ビワの。ビワっぽい。口に入ってません。ビバゼリーは美味しかったよ。ちくしょう、美味しいお話ありがとうね。本当にそう、うん、今度4日からそこの、あ、今日だ、今日から9時までやってるんでしょ、そのという風に聞いた。パンケーキ屋さん、パンケーキ屋さん、本千葉です。ねえ、ね、うん、それで、なんだっけ、お酒ももうそろそろ出すのかな。本人が多分今ツイッターでコメント書いてくれます。あ、なるほどね。具体的には本人からのコメント、情報お願いします。はい、ママたちパンケーキここで食べたことあるの、いただいて。あ、そうなんだ。美味しかった。持ってきてくれてね。あそこのは美味しいよ ね軽いんですよね、すごい。そう食べやすい、結構食べれちゃうですよね。その時はね、バレンタインの時かな、クリスマスの時かな、そういう時はね、あるの、特別のね。クリスマスだったっけの時、ママ買ってた、そうそう、お店に買ってきて、クリスマスバージョンね、買ってやってた。マイクに喧嘩打った。はい、すいません、傷つけて。クリスマスバージョン、あのね、バレンタインの時もね、あった、バレンタインバージョン。うん、季節ごと。そうですよ、あと、ようやくんが来た時に、なんか新発売みたいなのいただいて、ね。あ、そうなんだ。あの普段はめったに行けないんで、あの6時までか今、うんうんうん、だから仕事から帰ってくると6時回っちゃうから、電車どんなに早いの乗ってきてもね、うん、だから行けなかったけど、うんうん、そう、今日も直接来てくれたんだもんね。あの今諸般の事情により、あ、来た、はい、違うか、コメント、うん、どうでしょう。
そう、週休3日制やってるんで。そうなの、あのね、働きすぎてね、週休3日制になった。それはダメだ、言われちゃうね、労働時間。来ました、ちかさん。お酒出してます。今夜からです。そうなんだ。ビワゼリーはわがままパンケーキになりました。すごい。何その顔。食べたかったの。だってビワだ。ビワだよ。普段あまりでないもん。そうですよ。千葉だからビワ食べれるでしょうって、そんなに食べれないですもんね。食べれないよ。あのね、あっても高いもんね今。そうですよ。ビワ。どっちが美味しかったっていうコメントですかね。トウモロコシ。甘くてね、すごい美味しかった。え、パンケーキとトウモロコシ？え、パンケーキの後のトウモロコシかな？おお。あ、でもね、今年はね、収穫した頃ちょうど。梅雨明けちゃって、うん、晴れて水分足んなかったからちょっと皮が硬かったかな。あ、そうなんだ、うん、ママがもらった時ね、なんていうの、歯の悪い人でもね、チューって食べれる、柔らかくてね。そうそうそう、ママがすっごい、これ生でも食べれんじゃんぐらいだった。絶対生でも食べれます、うん、で、まあ、茹でてくれたんだ。トウモロコシは収穫してみんなが食べる前に、あれちっちゃいやつが出回るんですよ、うん、みんなが食べたくて持ってきてって言われて、3つこう出てくるうちの2つを取っちゃう。ああ、なんだっけ、間引き、間引きする、ヤングコーン、ヤングコーン、はいはい、うんうん、あ、美味しそう、それもねえ、うん、いいな、天ぷらとかにして食べたいな。あ、この前食べました。チークショーいいですね、やっぱり自分のところだから何でもこうできるっていう、その辺で取って食べるってね、いいよね。あるんだもん、そこに。あるよ。ちくしょう。ポスケル、自分で取りに来い。持ってくの大変なんだよ。行ってやる。持ってくの大変なんだよ。自分で取れって言い出す、そのうち。持ってくるのが大変なんだよ。ママの貸すからさ、あれ。私、あの格好で。いや、サイズ合わないから。大丈夫ですよ、ジャージかなんか着ていきます。大丈夫、ゴムだから。いや、それでも合わないでしょ。行きますよ、取りに行きますよ、もう悔しいな、ねえ。わがままパンケーキですか、ビワゼリーは。いいですね、ビワゼリー。あれ、シーズンになるとパーキングエリアで売ってるじゃないですか、うん、あ、そのビワゼリーが、うん、どんなのか分からないもん。もうビワゼリーって言ってビワが半分入ってて、丸ごと、うん、丸ごとっていうか半分、うん、種取るのに多分半分に切ったやつがゼリーで固まって、美味しそう。こんな丸、こんなドーム型になって。おお、え、なんかこう袋みたいな、こういうやつしか見たことない。ちょっと元々ある、どこに売ってるんですか。道の駅、道の駅行くけどな。道の駅じゃない、パーキングエリアで売ってるよ。パーキングエリアってます。そうなんだ。ノロとかなんかでも売ってる。あ、そう、うん、全然知らない。あのビアのシーズンになったら、うん、あのパーキングエリア寄られた時には行ってみてください。わ、はい、かりました。俺が買ったのは、あれ幕張で買ったのかな、埼玉帰りだから。へえ、はい、埼玉の食べたいビア。ビアの、ね、千葉のビア本当こんな大きくて超、うん、美味しいんですよね、うん、昔はねよく出回ってたけどね、今すごいちょっとだから高いんだよね、うん、高級な感じがする、うんうんうん、あ、そんな高級じゃなかった。昔は庭先にもあったね、子供心に覚えてるもよく食べた。あの庭先にあるビアってちゃんと木に対して手入れしてないし、うん、鉄火積んでして、あのこれとこの宮残すってやらないから、成田やつは全部そのままやっちゃうから、うん、身が一個一個ちっちゃいけど、はい、手間今かかってるもん。あ、そうなんだ。ちゃんとしてるから一個が大きくなるじゃないのしか考えられないっていうことですよね。ちゃんと甘さもそこに入るんですもんね、うん、そう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 、うん、なんか超立派なの、うん、ちゃんと袋かけてる。そうですよ、ね、あー、すごい。おいしい。ワンちゃん連れてったんだよね、あの時、うん、あ、行ったんですか、うん、あ、田んぼに入りませんでした。いやー、入りたかったんだけどさ、で、あやくヨンちゃんの方がさ、あのピョーンって言って出ちゃってさ、泥だらけになっちゃって、で、
ちもありました。田舎帰った時、人ん家の田植えをしましたよっていうばっかりのところにダイブしちゃったんですよ。うちの、ね、ワンちゃんとか好きそうだもんね。あの感触、食感、なんでね、あの食感じゃなくて、ね、あのあれが土のさ、泥の、そう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 、泥の土の感覚。あれ本当こうなっちゃったのね、あの。な、上上だもんね、怒られ、本当が高いんでしょ、ね、見つかったらきっと怒られますよね。あ、そうなんだ。でも農家って植えてすぐの後はこう捕食って言って、うん、苗植えても結果ぶって言ってこう植わ、機械で植えてたら植わってないところ、うん、そこは人が後から追いかけて植えるし、うん、植えといても水かぶっちゃったりなんかすると苗がなくなったところも人がこう植えるから、多分その時直してくれてるよ。大丈夫ですかね。過去の話でしょ。なんかね、車止め、ワンちゃんのね、車止めて目の前で田んぼだったんですよ。車で隠れてたから、でそこに向かい側にいたの、あの持ち主がさっさとさっさとこう出てなさいとかで、で臭いし、で臭いとか思いながら、ちょっと端の方からシャシャシャって出して、うん、だいぶしちゃうよねあれは。本当に。汗かいたその時。なんかさ、子供とかも楽しそうじゃない、絶対田植えとかって、うん、子供たちは、うん、ちょっと水温低いでしょ、冷たいんですかね、うん、もう少し暖かかったら子供こんなになって走っててこんなになるかもしれないけど、ちょっとまだ田植えのゴールデンウィークの頃だと水温低いんじゃないかな。でも田植え体験とかさせてあげたいよね、うん、子供たちに。チャンさんでも裸足で入ってましたね。いやーすごいよ、あれ躊躇なくさ、裸足がいいんだっつって裸足。あ、俺も子供の頃は裸足で入ってたよ、小学校の頃は、ね、気持ちいいんですかね、今ね。気持ちいいよ、うんうん、水虫だけど大丈夫かなとか治るわ治る。じゃあ今回のお米大丈夫ですか。じゃあさ、水虫らしいんで言っていいのまあ、あの田んぼに比べて、あれ、あの傷むしかないんで、まあ総量に対しては大したことないんで、うん、混ざってしまえば大丈夫ですかね大丈夫です。あのお米になる前に乾燥するんでそうなんか、でも乾燥大事。よく話して私入れるなと思って、ちょっと無理、まあ、絶対無理。なんかいっぱい来た。いっぱい来たな、何それ。陽平くんだ、はい、前回の PV 大好評だったので、また田植えに、あ、 YouTube でね、愛沢陽平って、うん、はい、引いて、あの検索してください、出てきますか。斉藤さんの田植えでね、田んぼの、田んぼのとこで雨晴れ、はい、うん、歌った歌ったやつのやつかな。あ、 PV が出てきます。そうでした、そうでした、うん、そうで、あれママと同じ田植え機乗ってます。あいつはギター持って脇に乗ってます。あれ、ムーマさん、はい、はい、ご無沙汰してます。ビワ食べたいですね。あ、そうそうそう、食べたいですよね。一度食べたことがあるかないかです。本当、あ、そっか、うん、貴重なのかな。でもそうかもしれない。だってね、スーパーとかで売ってたのちょこっとしかないもん。そうなんですよ、私たちもなんか千葉ビワだけど、あれうちの娘食べたことない、多分1年通して食べるか食べないかですよね。食べさせたことないかもしれない。しかもなんかあの箱のなんか立派だともう買う気にもなね誰か買ってくれよとかすみません、子供の頃あの庭先にある木登ってて自分で取ってこいって、ね、昔はそういう感じだったんだよ。だっていいな、フルーツとかでみんなね、私裏に柿があってこう食べる。そう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 、ね、なんか買ってまで食べたっていうのはあんまり。だってバナナが高級だったもん。あ、みんな売ってる柿って、柿で今思い出したんだけど、硬、はい、いでしょ、で皮むいて食べるでしょ、はい、あの なんていう正式名称わかんないんだけど、食べる頃になるとぐじぐじのゼリーみたいになる柿があるのよ、うん、このぐらいの大きさで、はいはい、子供の頃はあれをこうやってピッて剥いて、剥いて、そう、すするんだよね、うん、え、手で剥けちゃうの。そうそうそう、剥けちゃうの、熟してるから、うん、中はもう本当にゼリーみたいに、うん、そう、スーっていうのかな、うん、
腐ってんじゃないですか。違う。甘いんだってな。それが食べ物なのよ。で一番美味しいのが種の周りの、あちちゅっとした、最後プルンプルンとしたところ、うん、ありますあります、あそこが一番美味しいんだよ。あ柿も言われてみればそんなにまじまじ食べたことがない気がする。っていうかあの柿は売ってないもんね、はい、まあね、あの熟したのはね、のはそこまでにするんでしょ、わざとこう手の上でそう完熟させる。おなるほど ね、うん、ね、そういうことが昔はあったけど今はなくなっちゃってね。ムーマさん今年はビワいっぱい食べましょう。ママもまだ食べたことないな。え時期ってあれもう終わったんですか。終わりそろそろ終わりじゃないか、うん、そろそろじゃあ早く、うん、そうね食べましょう食べましょうっていうかもう45分になりましたね。あのそのね田植えの全部のやつは庭泣きの方で流しますので、はい、もっと転んでるからもっと転んですか。という話なんですが私はそこは見ておりません。あと斉藤さんももっと映ってるからそういうことで、そう、まあまあ、ママと人生の110メートルぐらいです、はい、どうもありがとうございます。お忙しい中今日はじゃあ皆さんまた来週、来週です、よろしくお願いします。ありがとうございます。